はい、今日もですね、YouTube の視聴様にご質問いただいております。シーズン終わってですね、こうチューンアップ出そうと思ってるんですけども、サマーパックですね、こう依頼しようか迷っていて、シーズンだいたい10回ちょっとぐらいは滑りに毎年行くんですけど、どうですかねってことを鍋さんに伺いたいってことですね。こちらについてよろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。お願いします。まあ、10回程度行かれて、はい、で、まあ、もう来シーズンのためのリセットをされるなら、はい、まあ、ちょうどこの時期も含めてですけど、はい、あのオフシーズンに、はい、チューニングされて、はい、でチューニングした後にそのサーモンをかけるかどうかっていうことを考えられたらいいかなというふうに思います。これね、結局板の長持ちだけじゃなくて長く滑れる状態、はい、シーズン長く滑れる状態を作るために、はい、やっぱりその、まあ、板をきれいに仕上げて、うん、それでもう何一つ不安がないという状態を作ってから、はいはい、そこにあとはもうワックスを、うん、でそれでもう仕上げだと思うんですよね、うんうんうん、で普通のワックス処理でももちろんいいんですけど、はい、当然シーズン中滑れる状態を作っていくんであれば、うん、サーモンが必要かなというふうに思います。うん、これね、最近サーモンの話をよく言ってるんですけど、はい、これね、その儲け主義とかではなくて、うん、やっぱりサーモンをやられた方たちが、はい、結構評価が高くて、はいはい、結構上手な人たちは結構サーモンをやられるんですけど、うん、ああいうインストラクターの方たちとか、はい、レーサーの方たちはサーモンを多くやられるんですけど、はい、それ以外の方もやっぱり例えば大事な板とか、うん、これはもうメインなんですっていう板に関してはちょっと考えてもいいかなというふうに思うんですよね、はいはい、全部が全部やる必要は絶対ないと思うんですよ、はい、うん、もう本当に一番シーズン使う板、気持ちよく使いたい板っていうのに関しては勝負板みたいな、そうなんですよ、うん、勝負板に関してはやっぱりやってもいいのかな、考えてもいいのかなというふうに思います。それでやっぱり長く気持ちよく滑れるためにはというところですよね、はいはい、なるほど。確かに、あとメンテナンスの時間というか、そのワックスかける時間もシーズン中減りますよね。そうですね、うん、やっぱり潤いが違うので、はい、そのままでもこうブラッシングで滑れるんですけど、うん、まあ、もちろん汚れ取りとかっていうのはいつも通りやってもらって、はい、でこういう質問もあったんですね。いや、そのサーモかけた後なんですけどって、そのうちはやるワックスをやるとこがないんですよと。でそれでホットワックスもできないし、サーモンやってしまったんですけど、うん、ブラシだけでできますか。いや、できなくはないんですけど、うん、もちろん中から出てきますので、うんうん、だけどブラシだけでも出てきますので、だけどそうじゃなくてリムーバー使ってもいいんですよね。あ、そうですか。って、うん、でそのリムーバー使っても汚れは付着するじゃないですか、はいはいはい、それはカーボン系のソールだとしても汚れは、はい、つくので、はい、それを例えばまあ、できるだけ軽くブラッシングしてもらって、メタルブラシで、はい、でキッチンペーパーにこう例えばスプレーでリムーバーをつけていただいて拭いてもらおうと、はい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 、でそれをまあ 2回ぐらいこうやってもらって、うんうん、でそれからもうできればそのままブラッシングででも出てくるんですけど、うん、はい、まあ、リキッド系のワックスを塗っていくっていうパターンもあるんですよね。あそこに、はいはい、でそういう場合は大体そういう処理の仕方でリキッドパラフィンっていう、はい、定着が強いやつ、はい、リキッドでもすぐ 2,3 回で取れちゃうんじゃなくて、 2,3 回滑ったら取れちゃうんじゃなくて、うんうん、まあ、それこそ1日持つような、はい、パラフィン系のリキッドパラフィンワックス、はい、まあ、いろんなメーカー出てますので今、はい、まあ、そこの中でも確かに今人気があるのが僕が言っただけじゃないと思うんですけど、確かに実績もあるのでボラっていうワックスですよね、うん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 、でこれが、まあ、塗ってその後にリムーバーでかけて汚れ取りをしてから10分ぐらい、今のリキッドパラフィンを塗って10分ぐらい放置して、はい、でそこから馬毛でブラッシングするっていう、はいはい、でそれをやっていくと、はい、大体その20日から25日そのまま滑れたっていう方がお見えになるので、でそれからはだんだんとその最後の方はもう
あの中に入ってるワックスで滑ってるみたいなところがあったんですけど、はいはい、まあ、25日ぐらいは滑れたっていうふうに、あの実績があったの で、はいはい、でそれもあの人によって違うと思うんですけど、行かれるゲレンデによっても違うし、うんうん、でもまあそういうことを聞いて、ああなるほどなという、うんうん、あの僕が実際やったわけではなくて、うんうんうん、そのお客様によって情報が入って、うんうん、あそういう方もお見えになるということで、はい、それをこうやってこう公表してるんですけど、だからいろんなそのライフスタイルがあってっていう、はいはい、あの環境があの整ってる方たちばかりではないので、確かにそれいいですよね。ワックスかけれない、そうなんですよ、ワックスをかけれない方もそのそうなんですよ、ちょっとリムーバーをペーパーでやって汚れ取った方でもうで、ね、こう3パック使って、ね、ワックス入った状態、潤いのある状態で楽しめる状態ってそうですよね。なんでその時に、まあ、あのリムーバーをこうぶっかけるっていうよりも、はい、あのそのシンナー系のものをぶっかけるっていうよりも、うん、できればそのブラッシングした後、メタルでブラッシングした後に、はい、そのできればその、はい、まあ、キッチンペーパーに、はい、つけといて、はい、でそれで拭いてもらって、はいはい、それを2回ぐらい繰り返していただいて、それでその今の、はい、リキッドパラフィンワックスを塗っていくと、はいはいはい、であとはその処理をして滑りに行くっていうことですよね、はいはい、それだけでもいけるし、いやもちろん、セオリーとしてはっていうか、うんうん、環境のある方、うん、そのこういう台があったり、うん、もちろんホットワックス処理をされてる方は、うんうん、あのそのメタルブラシを入れた後に汚れ取りワックスを塗ってもらって、はい、でその時に例えば自分がトップワックスを何を塗っていくかっていうのをいろいろ考えてみる方もお見えになるので、はい、あのはたまたその今言ったあのリキッドパラフィンだけではないんですよね、はいはい、がいいっていうだけではなくて、それはもう、うん、そのいろんなそのライフスタイルによるっていうか、はいはい、というふうに考えたらいいのかなというふうに思います、うん、もちろんホットワックスで処理されてトップワックスを塗って、はい、ブラッシングして行かれる方もお見えになるので、スクレーピング、はい、ブラッシングで、はい、ということを考えてみればいろんなことができるかなと。なのでサーモ自体が、うん、まずはそのベースを作ってるっていう、はい、もちろんチューニングした後がいいんですけど、うん、でこういうパターンもあったんですね、サーモワックスだけお願いできませんかっていう、ああはいはい、で、うん、それどういう板ですかって、いや結構乗ってる板なんですけど、いやそれはやめた方がいいと思います、うんうんうん、あの汚れも付着してるし、はい、チューニングした後に、はい、あの綺麗な状態にしてからサーモを入れていきたいっていうのは僕らもありますので、はい、だったらもうチューニングだけでいいと思うんですよ、はい、サーモだけありきじゃなくて、はい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 、でただその新品の板だけは、はい、あのプレチューンをしてから、はい、サーモを入れるっていうパターンを取っていくので、少しはこう穴埋めとかいろんなものがない分だけ安くはなると思うんですよね、チューニングの段階 でそれでもある程度チューニングをした方が、うん、からそのサーモをかけた方がいいかなという、うんうん、でサーモというのはチューニングについている部分が多いんですよね。なるほど、もう板を整えた上でのそこに きれいなワックスを入れていくっていう、そうどんな場合でもリセットするっていうか、うん、そこからサーモを入れていくっていうパターンじゃないと意味がないのかなと、汚れも一緒に入れても意味がないかなというふうに思います。はい、わかりました。サーモパック悩んでる方はぜひ、ね、参考にしていただいて、そうですね、はい、またあの悩んでみる方は本当に LINE で、はい、あのいろんなご質問いただいても構いませんし、はい、あのだからやらなくちゃいけないとかではな、はい、じゃなく、うん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 、まずはあのいろいろあの今自分の板の状態と、はい、あのとかを LINE でご質問いただければいいのかなというふうに思います。あそうですね、チューンアップ迷われている方もサーモ迷われている方も、はい、今の板の状態ですね聞いていただいて、そうですね、ですね、そこで考えたら、まあ、一緒に考えたらいいかなと思うんですよね。あ、わかりました。じゃあ YouTube の説明欄にですね LINE の URL ありますので、そこからですね、はい、ナビさんにご質問いただければなと思います。はい、今日もですねありがとうございました。ありがとうございました。いつも YouTube のご視聴ありがとうございます。これからもですねどしどしと YouTube のコメント欄にご質問いただければ、また私なりに答えていきますのでよろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキー・スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなど、どんな些細なことでも気になることがありましたら YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。